構なんていうんだ、4人でいっぱい歌わりもあってっていう新曲のレクが初めてなので、魔法の呪文を唱えたら開かずの、それでは当日まで行っちゃいましょう。いいの、うん、いいですよ。じゃあほんと人が面白いに違いない。じゃあ四角三角って聞いてくれる。はい、せーの、四角三角。あーいらっしゃいぞー、ベン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 マユリちゃん、やばいよ、どうしよう。マユちゃん、みんな準備はいいですか。それでは2代目パーケンになって初めての新曲聴いてください。シャンデリラ、シャグリシャグリラ、シャグリウォルウォル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 。そんなに見てなかったんですけれども、家帰って DVD しっかり見ようと思ってます。最高でしたね。パーケンメンバーとファンの方で作った曲だと思ってるんで、すごい感慨深いです。いろいろメンバーもすごい準備して頑張って、パーケンメンバー頑張ってくれて、しかも1位も取りたいって言ってくれたので、僕たち、パーケンファンも頑張って、そのパーケンのメンバーが頑張ってくれてで1位を取った曲なので、すごい本当に楽しみにしてたんですけど、その期待を上回るような曲だったんで、すごい良かったです。いやもう曲中のボーイングがもう楽しくて、これからも楽しみです。いよいよオープンマイアイズの披露となりました。はい、ついにこの日がやってきてしまいました。たくさんの方の愛がこもった曲なので、精一杯全力で披露していきたいと思います。この曲オープンマイズは私が主人公の歌になってまして、私去年の10月に写真ってことを告白したんですよ、皆さんに。でその時の悩みとかメンバーの気持ちとかを歌詞にしてくださった曲になってます。聞いてください。オープンマイアイズ。